1億2000万人の日本人を全員卓球人に。テレ東卓球塾始めます。さあ、ついに始動しました卓球塾でございますが、実は嬉しいお話があるということなんですが、水谷さん。そうなんですよ、うん、2月12日4時から、はい、テレ東卓球塾開講スペシャルが決定しました。よっしゃ。はい、実はもうつい先ほど卓球塾のスペシャルの方を収録し終えたばかりということでございますけど、はい、これ盛り上がりましたね、白まっちゃん。めちゃくちゃ盛り上がりましたね、はい、私も本当に卓球のことは全然知らなかったんですけど、はい、もう興味津々な内容がいっぱいで、そしてなんとあの水谷隼選手も自らロケに出て卓球指導もしていると。やりましたね、はい、水谷隼の神指導やってきました。神指導、神指導も自分で勝手に神指導ってタイトルつけてるんですけど、全然そんなタイトルじゃないんですよ。そう、自分でちょっとハードル上げちゃうタイプなんですよ。ミルちゃんもロケ行ってくれました、ね、そうなんです。取材行かせていただいて卓球の魅力に迫ってきました、うん、ここで12日放送のテレ東卓球塾開講スペシャル、その内容を一部お見せしちゃいます。強く。まずは東京オリンピック金メダリスト水谷隼が卓球キッズに熱血指導。お手本を披露すると、あし、OK、珍しく練習が成功しました。さらに元 NMB48 白間ミルが卓球台をビジネスに生かす最先端の企業に潜入。どうしてオフィスに卓球台を入れようと思ったんですか。逆にですね、はい、まあ、入れない選択肢がなかったと。おお、はい、見れば卓球のことがもっともっと好きになる企画が盛りだくさん。テレ東卓球塾開講スペシャルは12日午後4時放送。お楽しみに。